どうも皆さん、なんとすごい緊急特別速報でございます。皆さん、なんと私ゴージャス個人でなんと今年のコミックマーケット2022冬コミに出展しちゃいますよ。すごい、初めて冬コミ行かせていただきます。私のゴージャスのブースでございますよ。これもそれもどれも PP エンターテインメント、いやよきゅんちゃんの配当でございまして、私えなこちゃんとココロちゃんの間に出展させていただきます。すごいですね、えなココロの間、ゴージャスなんでね。そしてやっぱね、このね、なぜこれを出すことになったかって、やっぱよきゅんちゃんがね、もう出してみないかっていうこと、おい出すって言って、でよきゅんちゃんも出るってことは、あれゴージャス出る、あれそうです、よきゅんちゃんも出ちゃいますよ。すごい、エイプリルフールだけじゃない、この稼働、なんと12月30、31ね、こちらの方にもね、よきゅんちゃんです、よきゅんちゃんとゴージャスを生で見たくない、うん、来るしかないということでございまして、詳細はもね、今ちょっとまだ言えませんけども、いろいろとゴージャスグッズとかもね、はい、考えておりますんでね、よきゅんちゃんはよきゅんちゃんでまたグッズを出すね、運びになってますんでね、ちょっとね、いい写真を撮ってまいりましたんでね、その撮ってる風景をね、ちょっとね、映像で押さえてますんで、そちらの方ご覧ください。よきゅんちゃんだ、ほら、みんなのよきゅんちゃんだよ、ほら、エイプリルフール以外だとすごい、いや3、2、1、おぉ、これ隠れて、隠れて持っててもいい、よきゅんちゃんのために頑張ってる、俺髪切ってるすごいじゃん、なんかナディアもあれ見てる、ナディアナディアもダーティーピアということで、すごいでしょう。グッズはね、ちょっとまだ何出すかちょっと今検討中でございますんでね、そちらの方もお楽しみいただきたいと思います。そしてコスプレ広場もこれ行っちゃうかもしんない、この箱で行っちゃうかもしれない、コスプレイヤーだと間違われるかどうかちょっと検証したいと思いますんでね、そちらの方もお楽しみいただきたいと思います。はい、チケットの方はですね、詳細概要欄の方に記入してあります、そちらの方見ていただきまして、購入してゴージャス&よきゅんちゃんに会いに来ていただければと思います。みんなご視聴どうもありがとう、チャンネル登録はそれここ、メンバーシップはそれここ、次回も面白さレボリューション。